ファブリキウス橋は、イタリア・ローマのテベレ川に架かる橋で、テベリーナ島とテベレ川砂岩のカンプス、マルティウスを結ぶ橋である。現存する、最も古いローマの石像アーチ橋で、紀元前62年に架橋された。クアトロチャピ橋とも呼ばれており、橋の両端の橋壁にヤヌスとヘルマの紙面の頭部を、持つ石柱が4本建てられていたことから名付けられた。この石柱は、14世紀に、 近隣のグレゴリオデッラ・ディウィナ・ピエタ聖堂に移設された。ローマ帝国の政治家であり、歴史家のカッシウス・ディオの著作によれば、キケロが執政官を務めた翌年の紀元前62年に、それまでここにあった木造橋が焼け落ちたため、再建したのが現在のファブリキウス橋であるという。この橋は道路長官のルキウス・ファブリキウスの監督により建造されたため、 ファブリキウス橋と呼ばれた。紀元前23年の洪水で被害を受け、紀元前21年に修復されたが、建設以来、現在まで現役で利用されている。橋の全長62メートル、景観24.5メートルと24.25メートル、幅5.5メートルのファブリキウス橋は、コア部分はトゥファを用いており、表面の化粧板は大理石とトラバーチンを用いている。 二つのアーチの間にある小さな穴は橋の重さを軽くするとともに洪水時にこの穴に水を流すことで橋に作用する水圧を逃がすためのものである。現在は歩行者専用橋として使われている。ありがとうございます。